はい、皆さんこんにちは。今日ね、本住院さん、まあ神崎郡の福崎の方ですけどもね、神住院さんっていうのかな、岩尾神社の近くです。そこの近くのね、ちょっと水田とね、そしてまあ勝負みたいな、あれ柿つばとかな、なんか勝負みたいなやつを見に来ました。しかしね、水田が全然咲いてないんですよね、これね。はい、まあ青々とした葉は茂ってますけどね、全然ね。でこちらのお寺なんでしょうかね。なんかよく寺あるんだよね、ここね。なんでしょう、これ。唐門よりお帰りくださいって書いてあるな、ここな。まあ、ちょっと後で調べてみましょうかね。車止めしてあるからね。ちょっとこのお寺の名前調べとくから皆さんも分からへんからね。あの赤門みたいなあんなもあるし。ここは、まあ、お地蔵さんがいてはるな。ここいろんなものがあるからね。ちょっと。まあ、きれいわ、この庭は。御神院と書いてあるな。御神院さんにしとくか。ここも文化財みたいですんでね。ちょっと今日はハスというか、睡蓮がメインなんでね。こちらはまあちょっとこう、遠目に見させてもらうだけにしておきましょう。はい。ね。まあ、天台宗の寺みたいな。一号寺ですやから。はい。それであれは弁天さんみたいなんやけどね。ね、池があるからね。しかしまた一つも咲いてないような、珍しいな。これ睡蓮でしょ。一つぐらい、あ、これちょっとつぼみやな。つぼみがね、それつぼみですよね。うん、あとこれもつぼみやな。ちょこちょこつぼみは見られますね。これは小さいですけど、まあ、一輪ぐらい咲いててくれたら嬉しかったけどな。あれもつぼみやな。白いね、これ。白ですね。はい、じゃあちょっとね、勝負か柿つばたかちょっとよく分からへんないけど、ちょっと見ていきましょうかね。ちょっとあそこで咲いてますでしょ。弁天さんのところにちょっと行かさせてもらって、こう黄色いのがシュッといって、勝負やな。水の中で咲いてますね、勝負ね。柿つばたかな、勝負やろな。ちょっとその辺はよく分かりませんけどね。はい、こんにちは、弁天さん。よろしくお願いします。よいしょ。ちょっとお賽銭だけしとこうか。ちょっと10円だけで悪いですけど。ちょっと小さい魚もいてはりますね。はい、向こうにもなんか昭和みたいな。よし。ちょっとね、近寄れませんけどね、池があって。こういう感じですね。ね。はい。で、向こうからちょっとアジサイも木が見えますんで、咲くんじゃないですかね。はい。まあ、そういう感じでした。ちょっとね、また、花開いているものがありませんでしたけども、今後これだけの規模なんでね、綺麗に花咲くと思います。多分ね。また、お近くの人はね、また通りがかりでもちょっと覗いてみられてはいかがでしょうか。駐車場がちょっと2、3台止められる駐車場がありましてね、あそこにね。ちょうどお手洗いもありますしね。寄りやすいとは思います。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。